はい、ということでどうも皆さんこんばんはです。今回は、コープスパーティーの実況プレイパート8、こちらの方をね進めていきたいなと思います。前回に、ね、引き続き収録しているんですが、まあそうですね、ちょっといろんなことをねしてみよう、行動を変えてみようということでやってるんですけれども、今回のプレイですね、ゆうかちゃんはね一応探しながらやっていこうかなと思ったんですが、ちょっと手がかりがねないような感じになってます。で下の階にね、下の階から聞こえたということでなってたので、ちょっとね降りてみようかなと思います。あ、ここ行けないのか。大きな穴が開いてしまい、板切れで橋をかけることもできません。もう戻れないわけですね。教室中は何もないかな。ここ最初の教室ですよね、確か1の A なんですけども、何もないかな特に、というか物だらけで全然進めるような感じはないですね。はい、なのでどうしようか。あ、そっか、こっちから入れるのか。ちょっとこちらも一応見ておきましょう。そうですね、特に何もないかな。はい、でこれね、やっぱり顔映ってました、左側。ただ今回というかもう出てこないみたいですね。扉も開かないと、で窓も開かないと。はい、一緒ですね。ゆかちゃん気のせいだったんだろうかね。ダメだ。であればここは違いますね。他に下に降りるルートっていうのはですね、上だけかなとは。で、ゆうかちゃんがいないようであれば、ちょっと普段通りというか、バッドエンドでね、なっちゃった通りにちょっと進めていきたいなと思います。あ、そっか、上行けないのか。でですね、普通にやるしかないみたいなので、ちょっとね、名札を集めたことによって、展開がね、変わることをこう祈りつつ、また保健室にね、向かってやっていきましょう。で、イベントであるとかね、一度こう収録し得てる、し終えてるものなので、まあ、カットしてね、カットというか、飛ばしていきたいなと思います。丸ボタン連打でね。あ、どうしようかな、でも。いいところまでカットとどっちがいいんでしょうかね。まあ、一応皆様にもね、見ていただくっていうふうに考えるんであれば、普通に進めてた方がいいですかね。丸連打してね。でなんですけど、保健室ですね、こちら。で、ここで休むイベントがね、あるわけなんですけど、あ、そっか。すぐ休まないで、いろいろ探してみるっていう手はあるかもしれないですね。今、アイテム何持ってんだっけ？マッチだけか。で、このろうそくいずれ消えちゃうんですよね。で、なんか役に立つそうなものも特にないような感じですので、保健室で休んでダメだったとかじゃないよね。ベッドったらここぐらいしかないよな、だって。ちょっとじゃあね、ここスキップしていきましょう。で、ナムちゃん、隅っこの方がね、落ち着くっていうことで、なりまして、結局ね、お二方多少休んでですね、その後またゆかちゃんのね、こう声が聞こえてきて、聖子ちゃんがね、一人でこう行っちゃうんですよね。で、影とのね、戦いになるんですけども、あそこで僕、一回、あれですよね、影に触られたんですよね。あれが問題かもしれないので、触られないルートでね、脱出することで、もしかしたらこう流れがね、変わるかもしれないということなので、ちょっとそういう部分ね、やっていきたいなと思っております。よし、もうそろ、ゆかちゃんの、ね、声が聞こえると思います。あ、その前にあれですね、さとし君にね、こぐったらどうだいみたいな話をするわけですね。ただね、それするにしてもさとし君と合流できないとダメですからね。生きてるのかどうかもね、今分かんないような状態ですけども、状態というか状況ですけども、まあ、ゆかちゃんの、ね、声は聞こえたってことなので、もしかしたらっていうのがね、あるかもしれないですね。はい、まあ、そんなところなんですが、もうそろね、聞こえてくるかと思います。またゆかちゃんの声だ。ナオミはもう少し。流れ変わってないな。あ、違うか。でもせっかくだ。やっぱりいけないのか。どうすればいいんでしょうか、これは。で、思い出して、ちょっとこうね、切なくなってしまうナオミちゃんなんですけれども、変わってないな、流れ。やばいかもしれないですね。で、動けるようになるんですけど、これ確か閉じ込められてるんですよね、もうこの段階で。なので、どうしようもないのかな、つっても。ダメか。
これでもろうそくの火消えてない。この段階ではまだ消えてないんだっけ。どうだったっけ。でこちら、ね、上がないんですよね。鍵外したままなのに上がないということで、これはおかしいというふうになるんですよ。で、そう、笑い声が聞こえてきて、影が出てくるのはどのタイミングだったっけ。夏休みには皆さんで遠足に出かけます。あ、来ないな。うん、あれ何すれば来るんだっけ。ああ、そっか。頭が痛いな。耳鳴りがするね。これ石鹸で手が血になってるんですよね。手を洗おうだったのが血を洗おうというふうになってるんですが、どうしよう、これ一回セーブしておこうか。でどれが強いの。これかな。はい、あれ、ろうそくでもこの段階で消えてなかったかな。もしかして進んでる、これ。進んでるというか流れ変わってる。どうだろうね。これ髪の毛でこれ開かなくなっちゃってるわけですね。あ、来る。ろうそくやっぱついてるな。変わってんのかな流れ。どうでしょう。もうそれはあの影がね、あ、消えた。そっか、消えちゃうのか。やっぱりどうやっても無理かな。先ほどまで消えていた卓上ランプが不自然な感覚でまた焚いています。ダメですね。それだけで特に何もできないと。来るか。あ、来ましたね。でこいつをなんとかね触られないようにアルコール取って、ここから脱出することでまた変わるかもしれないので、ちょっとそれ頑張ってね、行きましょう。はい、追いかけてくるんですけど、うわ、あ、触られた。いや、早いな。ただセーブしてあるので、まあダメそうであればね、もう一回チャレンジねしていこうかなと思います。勝った勝った。よく見ると棚全体が小刻みに振動している。ん、なんだ。あ、やべやべ、来てる来てる。で、かけ殴られてると。あ、そっか、他のとこ調べてみるという手もあったな。舌の抜き方。まずは手足を机に固定しましょう。じめています。じめていますってなんだ。口の中に固定金具を入れ、口を閉じられないようにしよう。患者が舌を引っ込ませても構わずに、ハサミを開いて舌の根元に押し入れます。患者が暴れるのを見計らって一気に、あ、これで終わってますね。一気にで終わってます。あと前回調べれなかった場所ってどっかあったっけ。今あいつ詰まってるのでチャンスなんですよね。ランプ、それからストーブですね。ダメか。うわ、あ、やべえ、そうだ。この後どうしようじゃん。あ、まずいな、逃げ場ない、逃げ場ない。まずいまずいまずい。よしよし。ですね、でアルコール取ると流れ変わるんですけど、これは何も変わってなかったっけ。変わってないな。じゃあちょっとアルコールで、脱出しましょうか。え、何に使うんだろうって。あ、そうか、マッチ使おうってなってないからな。開かないんですよね。で、マッチを使う。ただ火が弱くてつかないので、ここでアルコールがね、必要になるんですよね。なので、うわぁ、そっち行けんのか。いや、どうしよう、これ。一回させ込もうか。よし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 。あ、あ、危ね。あ、これやばいな、どうしよう。逃げれない。まあいいや、とりあえずこれ取って。あ、違う違う違うの違うの。痛い痛い痛い。よし、あぶね。うわ、でアルコール使うと。よし、マッチに火をつけました。そしてこれで出れるので、ここまではいいんですよね。この後どうすればいいんだろう。聖子ちゃんを見に行っちゃダメとか。うん、流れ一緒だね。で走って逃げるんですよね、ナムちゃん。あれ、こんな演出あったかな。うわ、あらら、え、あ、ナオミ、聖子ちゃん、どうしたの、大丈夫、
これあれですね、進んでますね。よかった、生きてた。いや仕方ないよね。いやかわいそうやな、直美ちゃん。どうなんでしょうかね、名札を全て集めたっていうのがフラグだったのか、それとも先ほど何か行動したからなのか、ちょっと分かんないですけど、とりあえず話進んでるのでこのままやっていきたいなと思います。謝ることないじゃん、かわいそうに。できることなら何とか仕上げたいんだけどもね。そうですね、こういうような時っていうのはもう全部ね一回で吐いてしまった方がいいと思います。後からね苦しくなっちゃうので。大丈夫、吐いちゃったら楽になるよ。背中さすってあげる。めっちゃええ子やん。ありがとう、もう平気っぽい。ゆかちゃんいた？あ、そうだ、ゆかちゃん。やっぱりここには、この学校には。でも声は確かに聞こえたんだよな。私たち二人しか生きてる人いないみたい。静かすぎるもの。ナオミはもうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきたの。マジ？大丈夫だった？なんとか。あの部屋もう近寄らない方がいいわ。保健室はもうダメか。そう、よかった、とりあえず無事で。じゃあそろそろ行こっか。立てる？ええ。でも行くってどこに？大体回ったじゃん、校舎。みんな死んでたじゃん。あ、やばい、また私。もう無理だよ、きっと。疲れた。また子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて。私たち明日は朝一でカットの予約入れてるし、午後からほら一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ？帰れたらね。ちょっとナミちゃんね、あんまり良くない状態みたいですね。対応が冷たくなっちゃってるね。セイコに当たっても仕方ないじゃん。寝なきゃ。ほら、ナオミ疲れちゃった？らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ、そしたら怖くないって。ねえ、何がそう楽しいの？なんかずっと笑ってる。そうかな。このまま本当に出られなかったらどうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ。恐ろしい目にあって心がとうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が気づいたら傷つけてた。辛くて悲しくて、子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。席を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感がそれと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりしてすごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対違うよ。いなくなった人が大事だから。何かしたくて、苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。
私のバカ。猫のお母さん、数年前に失踪しているのを知ってたくせに。残された人って、そう考えるものじゃないかな。あんたのところは、そうか、知らないけど。普通は、こんなおめでたい考え方、できないよ。ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が効率いいかもしれないし。こんな、こんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ、お父さんやユウたちに。心配かけたくないよ。私が悪いんだから謝んなきゃ。それなのにナオミにそんな言い方されたら。はい、ここで選択肢なんですけど、いや、ねえ、謝った方が良くないですかね。ナオミちゃんそれ分かってるわけですから、それを実行にね移さないとこれはちょっとよろしくないですよね。だってね、一人になったら一番危なくないですかね。今、襲われたばっかりなので、やっぱりここはね、謝っておきましょう。聖子、私、私こそ、ごめん。ナオミがそうしたいのなら、私行くね。え、ちょっと待って。何やってんのよ私。結局そうなんの。こうしてこの異空間に拉致された者の中でもまだ幸運だったはずの同じ次元に存在することができた私たち二人は簡単に喧嘩別れをしてしまった。この些細な私の意地っ張りが大きな後悔を招くことになるのは、その後すぐのことだった。はい、ということで聖子ちゃんフェーズになりましたが、うわぁ、もう曲変わった？あ、一緒か。まあ別れちゃったわけですよね。どうすんだろう。ここどこだっけ。ですね、ちょっとお誰か呼んでる。うわ、何これ、こういうのする方がいいです。すみますか、ちょっとセーブしてないんだけどな。家にしたらどうなるんだろう。ちょっと中断したいので一旦家にしてみましょうか。あ、そうですね、これでちょっとここで今回締めましょうかね。ちょっとね、あまりよろしくない状況です。人玉さんもね言ってましたけども、やっぱり二人同じ場所に来れたっていうのはすごい幸運だったということなんですが、ちょっと直美ちゃんがね意地張っちゃって、それが引き裂かれてしまって、ちょっとまずいようなね感じになってますけども、すごいね、こうなんでしょうか、続き気になるところであるんですけども、時間の方が来てしまいましたので今回はここで、切らせていただきたいなと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。次回ね聖子ちゃんフェーズでやっていきますので、どのようなことが起こるのかっていうのをね、ぜひこう皆様の目で確かめていただければよろしいのかなと思います。じゃあ今回のねパート8はこの辺で、締めさせていただきます。よかったら次のね、パート9こちらの方もね見ていただければよろしいのかなと思います。それではね、また会う時までさよならしましょう。ご視聴ありがとうございました。それではね、その時までさよならです。バイ。